おぉ、めっちゃテールブリに皿と箸並んでる。どんだけの人が来るんだこれ。集会。宴会って言おうたな。あすごい。たくさん用意されてるよ。こんなに村人がいるのか。座って待って、いようよ。そうだな。これむ、村人の人の目の前で左クリック押したら、取引申しかけられるタイプのやつやないね、これ。 テラノさんテラテラノさんすごい料理だねエンプロンつけてるこの人が作ったんかテラテラノさん料理ができるテラテラノさんお世話にります男の手料理ばかりでテラノさんも一緒に食べようよ私はお料理を運んでまいりますので先に召し上がっていってください窓で来てねはいではルナお前 妙にテラノさんに懐いてない <laughs> 確かにすごい気さくに話し省んな。ふなちゃんってどっちかって言ったら人見知りしそうなタイプなんやけどな。初対面の人には人見知りしそうなタイプだと思っとったんやけどな。<laughs> うん、それにしてもテラノさんエプロン姿が妙に似合っとったけどなんだったあの人。テラノさんもね、いい人なんだよ。 私がお兄ちゃんとって演出人だって言ってたからね。そこか。そういうことだったか。そっか。そうなのか。てるくん。ルナちゃん。はい。テラノさんを信しちゃダメよ。えせ<っ>や、テラノさん。え水にさんは 水見正宗が経営していたのよ。配送になったと同じ頃、広緑館もなくなったはずだった。うわーなんかすごい悪い悪い人らをりつ化させてるだお前 <laughs> でも、寺野さんは広緑館を切り盛りしている。私、あの人が不味で仕方ないの。い,いえ、あの人だけじゃない。ここの村人全員が。 ノエさんテナノさんを疑ったらダメだよえやめろ、ルナ。だ、だって、こなんかこう、ノエちゃんのその話を聞いたらさ、ルナちゃんがちょっと騙されとるみたいな感じになったのやん、お前。あのー、すごい優しい顔も、実をフェイクだみたいな話になってきてそうな気がするんやけど、やめて。チラテナノさんはそんな悪い人じゃないような気がする、俺も。ノエさん。 今は村人に敵意されたらまずい。俺たちが探っていることは悟られないようにしよう。ば、わかったわ。あ、でもそうしたらさ、テラテラのさんが言おうよって、あの、あんたああああは鶴瓶おい、鶴瓶 あれごめん。お前、放送の名前なんて名前だったっけごめん。鶴瓶のイメージが先行して、元のも名前すごい難しい名前だったよな。あれ <laughs> なんて名前だったっけ一文字も思い出せんだけど。漢字寒いも覚えと、覚えとんやけど、一文字でも思い出せんだけど、ちょっと待って。<laughs> 鶴瓶って呼んで、鶴瓶のイメージしかないわ。もうごめんな。あれ あ、そうそうタグロウさんだったなタグロウさんだったタグロウさん来てんのあんたのだけかいまだ誰も来てないですよお腹すいたよほ、はいじゃあ先におっぱじめかねやったーげだげだタグロウさんの好きな食べ物はなーにうわー何はでも好きだで。 ロナちゃんも好き嫌いしたらダメだと大きくなれねえでだよね私は何でも食べれるよ嫌いな食べ物といえば納豆にピーマンにトマトにレタスにパクチーにめちゃあるやんお前そりゃディのいっぱい食べようーはーいあっれだよ 唐揚げにレモンかきたの誰ダメ私レモンかきなはなのダメお兄ちゃんもいっぺえ食べないよ映ってるこれわずかに映ってるぞお前 <laughs> ルナに名乗りが映ってるあ交効果の効果のじゃこれはちゃんとよ <laughs> なんでてるくんはちょっと乗ってきとんだお前いらねえよって言いたいなでも効果の探せそうやけんな わかっただか食べてるような土地かないよなあここは素直にわかっただって言うとこがかそうそう上手だよお兄ちゃん何だこの海りはやったーこの海苔でこの海苔で好感度を上げてきたぞお前よっしゃタカロウさんお魚は好きそこのかえ魚だけは食べられんねええー、どうして 卵になっちまうからだなえやめろそのオーラ出すなお前裏白暗い黒いオーラ出すなお前え俺魚はあんたらが食べないよあうん鶴瓶この村は人形に呪われてるのよ野家さんの言う通りだった この村人は何かおかしい。あ、タクシーのタクシーじゃねえわ、バスの運転手。はじめに違和感を感じたのはバスの運転手だった。あの人はこの村にどんな用事できたと聞いたどんな用事なぜそんなことを聞いたのか。わあ だとしたら俺無視したの正解だったんじゃん <laughs>。あれー俺何気に無視したの正解だったんじゃん、これ。あれー俺一番対応としてよく間違ってなかったんじゃないのこれ <laughs>。だとしたら <laughs>、おそらくあの人は、この村を訪れる男性たちが言ったっきり帰ってこないことに気づいていたんだ。あ、部外者なのかなこのタクシーの、タクシーのは。 バスの運転手さんはこの村とは関係ないんかだからちょっと怪しいと思っただけなんか、もう変な無視して。次に、この村に入ってから感じた視線。<laughs> やめろ、だから、お前。<laughs> これ見ようがしてポキポキ言わすな、お前もお前。清水という人。あの人は彼女の目に選ばれたと言っていた。彼女とは、人魚しずえのこと。目と集まり、俺たちを監視していたということだろうか。 ってことは俺たちのことを人魚しずえにバッチリ見られとんちゃうん何のために見とんちゃうんこの人魚しずえが <laughs> 出てきたテラや寺野さん丁寧な話し方で親切な人だけどどうしてみずみそうを何食わぬ顔で経営してるんだ分かっているのは寺野さんも人魚の歌に引き継り込まれてきたということだ <laughs> そしてタオロウさんこの人なりがすごくてこの村の人かと思っていたけど多分、この村の人じゃない人魚の歌を聴いてうそからやってきてただろう何か車がここにいるのはやばい気がするおい もうやばいっていうオーラがブンブンしてます雰囲気が。ああ目の色変わったなぁ。目の色変わったねぇ。ズルベー、カラコンしてるのかなそうじゃないよね。なあおい。あんただい、この群れ何してきただいえ俺たちの仲間かと思ってたんだけど、地えみてえだな。女の子連れてるもんな。 韓国かい、こんな山奥に。え、えー、っと。この村の景色がネットにアップされていたんですよ。あまりに綺麗だったので、二人で旅行に来たんです。そうだぞ、そうだぞ、お前。明日には帰ります。へえ、そうだか。何もねえ村だって、早く帰れ。はい。 Wi-Fi も繋がってないんですもんね。こんな村に一日も入れないよ、俺だったら。おい、そっちの姉ちゃん。おめえはいつ帰るだい明日には帰るわよ。この人たちと。なーんか、この村のことを探ってたみてえだが。なんか見つかったかええー、見つかりませんよ。Wi-Fi も見つかりませんもん。 そこまでしましょう。田五郎さん。みんな朝には帰りますから。なんだ、結局そう悪い。田五郎さん。雰囲気悪い。田五郎さんの目。霊力を帯びてる。この人は。もう。 村の人拓郎さん以外来なかったねお兄ちゃんこの村は人形に呪われているこの村の謎が分かった気がするえってるくんどういうことこの村の謎それは何何村人が不気味とか <laughs> そんなの分かってんだよ じゃあなんでそれはそうなのっていうことを聞きたいんだよ人魚は死んでいた今も廃村だった人魚も廃村だったえ村も今も廃村お兄ちゃんそれって人魚の歌に誘われた男性その人たちが村に残りもうこの世にいない人魚しつぜを探し続けている え3人並んじゃった !3 人並んじゃった <laughs> ここの村人たち、タコロウさんも清水って人も、そしてテラテラノさんも、この水味噌を拠点として村にとどまっていたんだ。この世にいない人魚自然を探すために。つまり、この村は人魚の裏に呪われた男性たちが勝手に住み着いた村だったんだ。そんな じゃあこいつら三人の名前を総称して人魚ラバーズって呼んだろうお前人魚ラバーズ <laughs> 人魚ラバーズファーストシングル人魚を追いかけたくてなお音声今日集会に来なかった村人たちはもうすでに人魚の夢に引きずり込まれてたんだろうでる瓶お前ど何でそんなドアップにしたんなそしてタコロウさんの目は霊力を帯びていた あの人も夢に引きずり込まれるのは時間の問題だタゴロウさんまいっかあいつは死んでいいやつだからルナあの力へ行こうえ<っ>人魚しずえは死んでもなお夢の中へ男性を引きずり込んでいる 夢の力が使える大たちが解決しないとこれからも犠牲者が増え続けてしまうそれがみんなが救うことになるんだよねテラノさんもそうだよルナ分かったよお兄ちゃん私も行く協力できることなら何でもするわノエさん だから僕のスマホを良くするために自撮り画像をください。スタートを待ち受けにしたいんで。それじゃあ、ルナと一緒に夢の外で待っていてください。ルナが外にいないと俺は夢から出られない。村人の誰かが何かを仕掛けていたらルナを守ってください。わかったわ。それじゃあ、力を行こう。うん 行きましょう。